これ何ですか。オーストラリアっぽく車いじってるんで。そう、これは何なんでしょうか。全然小回り効かないんですよ。小回りは効かないんで、夏はやっぱさすがに暑いっすよ。これいらないじゃないですか。いらないんですけど、さあここからはですね、車を愛してやまないカーマニアの方をお迎えしまして、ご自身の愛車を紹介してもらいたいと思います。いいですね。はい、お願いします。はい、今回愛車をすごいね。そうなんですよ、はい、ご紹介してくれるの松本さんです。よろしくお願いします。お願いします。松本さんなんかだったらいかにもアウトドア ね大好きって感じ、ね、普段は何してるんですか。普段っていうと日常、お仕事。あ、仕事は普通に会社員。会社員、はいはい、なんか山越えでなんかね、生活してるような ね感じがしますけど、今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これ松本さん、お車は何ですか、改めて。車、2014年に再販したランドクルーザーの、はい、まあ、79って方ですか、ね、はい、GLJ79 って方で、2014年 の1年間だけ売ったモデル、ね、はい、話題になりましたよね、はいはい。これ何ですか。そう、それは、すみません、それはこっちは無線です、はい、デジタル簡易無線、はいはい、これは飾りです。あ、飾りなんだ、はい、飾り。いや、オーストラリア のメーカーなんですけど、はい、国内だとちょっと使えないやつで、僕ちょっとちょっとオーストラリアっぽく車いじってるんで、その向こうのアンテナを取ってつけてるっていうだけなんですけど。オーストラリアっぽいってどういうのなんですか。まあ、これもともとオーストラリアじゃ結構メジャーな車両で、はい、まあ、積んでるエンジン違うんですけど、向こうじゃ結構いっぱい走ってるんで、うん、でそのまあまあ、向こうはオーバーランドっていうか、まあ、大陸走って横断してとかってやったりしてるんですけど、はいはい、まあ、そんなイメージで。イメージで、はい、だからカンガルー余計みたいな。ああ、そうですね、はい、これもARB ってオーストラリアのメーカーのバンパーになってます。フォグは、はい、フォグは IPF なんですよ、まあ、国内のメーカーなんですけど、と、まあ、一応ARB とコラボしてるやつなんですけど、はい、これはあえてこの黄色にしてるっていうのは、はい、やっぱ雪道とか霧の日を意識して、まあ、そうですね、はい、結構、まあ、暗い中、悪天候というか走るんで。実はこの車ね、うん、購入しようと思ったことあるんですよ、はい、それで見た時に意外と何にもついてないとか細い感じがしますよね。あ、そうですね、はい、それがこんなにね、うん、なんか凛々しく、うん、ちょっとこれ横の身とかでほら、うん、煙突ついてます、ね、この辺のこれなんかね、はい、これは実際つけてるんですか。あ、これ繋がってます、はい、繋がってんの。吸気で、はい、そこから一応エアは吸ってるんで。そう、はい、これちょっと知らない人がいると思うんですけど、テレビ見てる方で、これは何なんでしょうか、教えてください。これはあれですね、吸気口ですね、エアクリーナーで空気吸う口になってます、うん、まあ、まあ、言ったら底が掴んなければ、うん、一応まあ水の中も入っていけるよっていう、うん、はい、まあ、だ昔のね、ラリーなんかでも使ってた、はい、そうですね、はい、へ、これまたタイヤがこれちょっとすごいですね。何ですか、このタイヤ。タイヤは一応まあ横浜のアイスガードです。ちょっと今スタッドレスなんですけど、はい、これこの車運転したことないんですけど、はい、全然小回り効かないでしょ。小回りは効かないですね。この車一応ノーマルで、うん、まあ、ノーマルっていうかホイールベースは変わってないんであれなんですけど、最小旋回半径 7.2 メートルなんで全然2車線2車線の道とかでもちょっと U ターンはしんどいかなっていう。松本さんはどこに住んでるんですか。あ、僕は一応東京に住んでます。はい、でもかっこいいやだ。あ、はい、ちょっと見てくださいよ、ほら、はい、後ろね。そうか、これはキャブだもんね。そうですね、はい、キャブで後ろがこれついてるんですね。と、まあ、もともとは全然違う普通のトラックみたいなベッドがついてるんですけど、うん、一応僕のは、それを下ろしちゃって、うん、一応荷台は一から作ってるって感じ。これだってもともとはピックアップでしょ。そうです、そうです、普通のピックアップです。あ、中はいじってないんだ。まあ、中は基本的にはほとんど、はい、ね、うん、無線がついてる、うん、そうですね、はい、あと立派なカメラがありますけど。あ、すいません、これじゃないですね、はい、うん、いやでもなんかかっこいいね。これだけど結構金かかってますよ。いや、これそうでしょ、ね、それ一応まあそれなりには、はい、ね、はい、え、これは何を入れる感じなんですか。それ寝れるとこになってるんですよ。寝れる。あ、落ち着くわ、この木の香り。いい香りする。うん、うん、いいですね。ここは人は、ね、あ、いいね、いいね、いいね、はい、なんか浅田真央的な。これなんだこれ。これ何これ。なんかジャパン陶芸プロジェクトっていう、なんか全国の陶芸になんかステッカー売ってて、それを集めてます。陶芸といえばこの人なんですけど、はい、なんかあります？
いろんな、まだ全然半分ぐらいしか使ってないんですけど。ってことはこの峠全部行ったってこと？そうですね、これ行かないと買えないやつなんで。そうなんだ、はい、そう、はい、へえ。そうなんですよ。誰で行くんですか？奥さんで行くの？まあ、そうですね、奥さんだったり娘と行ったり、まあ、本当はあの移動してこの中で寝てって感じで。これ例えば奥さんとかお父さんはこれどうやって上がるんですか？あ、脚立閉まって、はしご閉まってて、なるほど、それで、はしご出して。なるほどね、はい、一応この上の部分は僕全部手作りで。はい、手作り、はい、すごい、こういうのね、はい、内装外装はで、このあのここで取れるんですよ。でベッドはあのちょっと溶接屋さんに作ってもらってるんですけど、うん、外れるようになってて、はい、このシェルって言うんですか、はい、このシェルはどうしたんですか？あれシェルも作りました。あ、作った、はい、すげえな。一応手作りです。自分で作っちゃうんだよ。はい、作れるんですね、普通に見てる。なんかこの下のね、ほら見てください、これ、うん、板バネ、板バネもね、すげえな。しかしこれ、うん、そこ一応あの、まあ、物入れになってて、物入れちょっと今あんま開かないんですけど、ちょっと汚いんですけど。なるほどね、まあ、ね、工具だったり、はいはいはい、まあ、これってさ、はい、暑くないの？夏、夏はやっぱさすがにだってこれ暑いですよ。そこって、はい、窓は開きます。網戸になります。はい、はい、夏は暑いよこれ、はい、あ、でも冬はね結構あったかいですよ。へえ、はい、だって暖房ないでしょ。あ、暖房はないんですけど、うん、これでいけますよ。あ、電気毛布、あ、電気毛布で、あ、いいわ、いい、電気毛布でポータブルバッテリーで全然あの寝れちゃいます。結構マイナス10度ぐらいまでだったら。あ、はい、なるほど。一応あの間にあの20ミリの断熱も全部一通り入れてっていう感じではやってるんで。あれ網戸あるんですね。網戸あります、網戸、ね、網戸は一応あの、うん、出る感じになってる。あの一応ブラインドもある。本当だ、まあ、すごい、ブラインドもあるんだ。これはまあキャンピングカー用の部品ですけど普通に、うん、はい、だから自分で作っちゃうんだよ。なんか楽しいな、ね、楽しい楽しいってかっこいいな、うん、でこれもこれはモーニングですね、普通にあの、はい、火よけのキャンプしたりするときの、うん、作りが綺麗ですよね。これはすげえ。これって本来何使ってるんですか？これあの大空屋の向こうの無線なんですよね。はい、で、うん、これは生きてるんですよね。こっちはあの無線です。これいらないんじゃないですか？そう、いらないんですけどね、うん、いらないっちゃいないですね。これただえ意外とあのちょっと便利で、なんで僕あれ上にあの荷物とか入れっぱなしであれずっと乗せてるんですけど、うん、あの箱が 2.35 なんですよ、高さが。これ 2.4 なんですよ、うん、こいつに当たんなければどこも当たらないっていう感じ、一応目安では。はい、すごい。いや、別に拍手するほどのことですね。そうですね、まあ、いらないと言えばいらないですね。これはいらない、はい、それはいらないと、まあね、はい、まあ、だけどこれはこれで楽しいよね。いや、もう、いや、もう家族がね、もう、いや、もうなんかかっこいい、うん、ありがとうございます。なかなか今なんかこういうことね、なんかあと顔もいいしね、うん、とんでもない、顔もいいし、髪型もいいし、はい、かノーセンスもさ、はい、もう全部完璧だよね。完璧完璧、すいません。いいね、なんか松本さん野生児って感じ。そうそう、うんうん、ワイルドで、はい、ね、まあ、東京の一番端っこの方に住んでる。どこ住んでるの？はい、僕あのあきる野市なんですよ。あきら渓谷で、はい、ね、あれへんまたね、まだ緑多いしね、はい、はい、まあ、そうだよね、はい、そういうとこじゃないとこんなの置けないもんね。都内じゃ無理だよ、無理、でかくて、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お知らせがあります。お知らせですか？はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか？働いてみませんか？普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ヒロキさん、どんなところが一番魅力的ですか？個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして
そしてブレスと。ブレス、ああブレスさんですね。はい。板、ね、金、はいはい、塗装。そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。